英語科の先生が一つ一つ丁寧に教えてくださるので、話しているうちにだんだん楽しくなっていきました。はい、各クラスによりますが多いです。また他の学校よりも多いので、様々な交流ができとても楽しいです。基本各クラス20人から30人のクラスです。はい、自由です。ですが派手な髪型やアクセサリーは禁止になっています。ノートは各教科によって使う場合と使わない場合があります。美味しいです。一番のおすすめは鶏から定食セットです。大丈夫です。お家から持ってきて食べる人もいれば、食堂で買ってその場で食べる人もいます。半分くらいの人が利用してます。全然大丈夫です。私も去年めちゃめちゃ利用してました。留学先はアメリカのオレゴン州ポートランドです。期間は約8ヶ月です。日常会話をスラスラ言えるぐらい話せるようになります。英語の授業は ALT の先生とラフな感じで会話をしたり質問したりして楽しく学べます。書道部ではまず人それぞれ違う課題をやっています。例えば漢字をやっている方、かなをやっている方と、一人一人本当にもう様々なものをやっています。はい慣れないうちの高校1年生の時はまだ不慣れな部分があって使いづらいなと思うんですけど、高校2年生になればもうマスターのようになれると思います。はい、1年生の時は入らなきゃいけないですが、2年生からは自由です。でも私は部活が好きなんで続けてます。優しいです。私は先生が大好きです。あります。筋トレ英語っていう日常の英会話を鍛える授業をとっています。制服は夏服と冬服に分かれてあり、夏服は涼しくて気持ちいいです。冬服は寒くなくて暖かいです。最初は女子校だったので、女子校といえばとても怖いイメージがあったのですが、みんなとても優しくすぐに友達ができます。通学は30分ほどです。 iPad の授業は先生の手元がすぐに分かるため分かりやすいです。チア部が一番人気です。他にもバスケ部やダンス部などいろいろな部活があります。